喜怒哀楽の愛悲しみですね、まあ、私はよく忘れ物をすするんですこの間あのすごくちょっと自分の中ではショックだったんですけれども筆箱を忘れてしまったんです一つ大事にしてた万年筆が入っててまあでもちょっとこう問い合わせて「すいません」って。 ありますかねって言ったらこうまた戻ってくるななんてちょっと甘いこと考えてたらなかったんでですショックでしたそして筆箱が帰ってきて当たり前だとおごっていた自分にもちょっとこれは怒りにまた戻ってしまいそうなぐらいちょっと情けなかったですね。